全国の都道府県本部の代表、幹事長の皆さん、2年余りにわたり、新型コロナウイルスとの攻防が続く中、各地において、統制拡大に向けた日々の奮闘に心から感謝申し上げます。今、世界は重大な局面に相対しています。コロナ禍の収束が見通せない一方、ロシアがウクライナへ侵攻し、 第二次世界大戦後最大の危機と言われるほど国際情勢は緊迫冷戦後の国際秩序の根幹を揺るがしていますこの2つの危機にどう立ち向かい乗り越えるのか各国の指導者政治家にはその手腕が厳しく問われていますこの状況下で4か月後に迫った参院選は危機に挑む 日本の進路を決する重大な意義があります今日この会合を開催するのは、公明党が参院選を必ず勝ち抜き、安定した自公連立政権の下、明るい日本の未来を切り開くとの決意を新たに、公明党の全議員が結束し、前進していくためであります。今こそ徹して地域に飛び込み参院選で 兵庫をはじめとする7選挙区の全員当選と、比例区800万票獲得7人当選へ、総決起しようではありませんか。ロシアによるウクライナ侵略は、極めて身勝手、理不尽であり、軍事力による一方的な現状変更が国際法違反であることは明白です。ロシアは即時にウクライナから撤退せよと強く訴えたい。 国連安保理常任理事国、NPT ・核兵器不拡散条約の一員でありながら、核による威嚇や原発、核施設への攻撃という暴挙も言語道断、断じて許されません。2日に40年ぶりに開かれた国連の緊急特別総会で、ロシアに対する非難決議が141カ国もの圧倒的多数の賛成を得て採択されたことは、 国際社会の意思を明確にする大きな意味がありました。ロシアの侵略を停止させるには、国際社会が結束して制裁措置を断行し、不法行為には必ず報いがある、とのルールを示さなければなりません。一方で、その影響はエネルギー資源価格、さらに食料品、日用品価格の高騰などの形で、我が国の家計や中小企業、 農漁業者などに幅広く跳ね返り始めています一昨日、岸田首相と会談し、事態の展開次第では、戦後最大の危機に陥るとの認識で一致、さらに、国民生活への影響を最小限に抑えるため、政策面はもちろん、選挙の協力の面でも、自公間で結束して、この危機的状況に対応することを確認しました。 また、ウクライナでは愛する母国を離れ、隣国などへの避難を強いられている方が多数います。日本政府は、現地の邦人保護に万全を期すだけでなく、避難民の受け入れや、必要な物資の提供など、人道支援を積極的に行うべきです。与党としても政府の対応を全力で支えていきたい。新型コロナの 変異株、オミクロン株は依然猛威を振るい、感染者数はピークを超えたといわれるものの、減少ペースは鈍化し、予断を許しません。この局面を打開する鍵を握るのは、3回目ワクチン接種の加速と、国産飲み薬の実用化です。3回目ワクチン接種の加速に向けては、公明党の訴えによって実現した接種無料化や、 自衛隊による大規模接種センターでの接種人数の拡大、接種券の早期配布などが追い風となり、政府が目標として掲げた1日100万回を超える水準で接種が進み、当初の遅れを取り戻しつつあります。公明党は国内製薬会社や感染症専門の専門家などと意見交換を重ね、国会質疑では安全性に配慮しつつ、 最終段階の臨床試験が終わる前の実用化を認める条件付き早期承認制度の活用を提案し、首相からあらゆる手法の活用を視野に迅速に審査したいとの答弁を引き出しました。先月下旬には、この制度を活用した初の国産飲み薬が承認申請され、早期承認への期待が高まっています。長引くコロナ禍で 雇用や生活を守り、支える対策も、この2年間、公明党の主張で大きく前進しました。従業員に休業手当を支払う企業を支払う企業を支援する雇用調整助成金の特例が、6月末まで延長になったのは、その一例です。引き続き状況を見極めながら、先手、先手の対策を打ってまいりたい。 まずは日本再生への道を歩むための施策を盛り込んだ2022年度予算の早期成立と一刻も早い執行に全力を挙げてまいりたいと思います。今回の参院選で問われるのはコロナ禍からの日本再生とロシアのウクライナ侵略など分断が深刻な国際社会の立て直しにどう対処するかです。そのためには 自公両党による政権運営の基盤は盤石でなければなりません。2007年の参院選を機に、衆参両院で多数派が異なるねじれが起きた際は、政治が停滞し、当時の野党・民主党が多数を占める参院では、重要法案などの審議が進まず、外交や国民生活に悪影響が生じました。再び同様の事態に陥れば 日本の政治は漂流し、その影響は国際社会にも及びかねません。一昨日の自公党首会談を受けて、昨日、自民党幹事,と幹事長選対委員長会談を開き、参院選における両党の選挙協力の基本的な方針を確認しました。それを踏まえ、自公でしっかり選挙協力を進め,進めて戦い抜き、 政権の安定的な運営基盤を何としても確保してまいりたい。政治の安定は、庶民の声を政治に生かす政権与党の不断の取り組みがあってこそです。公明党は58年前、大企業や労働組合の利益ばかりを代弁する政界で、置き去りにされた大衆の声を政治に反映させるべく、大衆の中から生まれました。 それ以来、他党にはない小さな声を聞く力、ネットワークの力を存分に発揮し、現場の声を政治に届けてきたのが公明党の歴史であり、伝統です。児童手当の創設拡充や、教育無償化といった福祉の充実のほか、消費税の軽減税率など、公明党が誇る実績はすべて大衆の声から生まれた政策であります。 公明議員がスクラムを組んで実現してきました。この度作成された公明ハンドブックでは、そうした公明党が果たしている役割に対し、菅三巡鎮税大学、学院大学学長、東京大学名誉教授が、自民党の補完勢力ではなく、政権に安定感を生み出している存在と評価しています。本年は大衆とともに、 との立党精神が示されてから60年の節目であり、最大の政治決戦である参院選に断じて勝利し、大衆政党・公明党の進化を最大限に発揮する年にしていかなければなりません。まずは2月までのアンケート運動で寄せられた声をしっかり受け止め、全力で応えてまいりたい。今後、各地で開かれる地域懇談会、 コミュニティートークなどを通して、具体的な取り組みを訴え、公明党への信頼の輪を大きく広げていきたいと思います。昨日3月11日、東日本大震災の発災から11年を迎えました。すべての被災者が人間の復興を成し遂げるまで、公明党の戦いは終わりません。ふるさとに帰りたい、との 被災者の願いをかなえるための環境整備や再生可能エネルギーなどの新産業を生み出す福島イノベーションコースト構想の具体化を進め創造的復興を力強く後押ししていきますまた高騰する原油価格への対策は待ったなしです政府は石油元売り会社に支給する補助金の上限額を1リットル当たり25円まで引き上げましたが レギュラーガソリンの店頭価格の平均は、1リットル170円を突破し、ウクライナ情勢の動向によっては、価格がさらに高騰していくことが考えられます。岸田首相とは、あらゆる選択肢を排除しないで検討していくことを確認しており、その上で、補助金に加え、税での対応として、ガソリン税など、一時的に引き下げるトリガー条項の凍結を解除し、 利用者に値下げを実感していただくことが必要です。今後の変化に機敏に対応してまいりたいと思います。また、輸入小麦の大半を占める北米の不作に加え、ウクライナ情勢の緊迫化によって、さらに小麦の国際価格が急騰し、パンや麺類など多くの食品の値上げをもたらしていきます。企業物価も2月の上げ幅が過去最大となりました。 こうした物価高騰から、我が国経済や国民生活を守り抜くため、政府は新たな経済対策を含めた対策を検討すべきだと強く訴えたい。公明党は必要な対策を政府に提言したいと、し,していきたいと考えています。国会議員に毎月支給される文書通信交通滞在費の改革も、今国会で断じて成し遂げなければならない課題です。 日割り支給や首都範囲の明確化と公開、未使用分の国庫返納の実現に向けて、公明党は与野党の合意形成に尽力し、国民の理解を得られるルール作りをリードします。4月告示の統一外地方選挙では、県と決戦となる松山、山口の両市議選をはじめ、70を超える市町村議選に挑む、ミニ統一地方選の様相です。 油断なく連続勝利で統制拡大の上げしを巻き起こし参院選に大きな弾みをつけてまいりたいまた統制拡大への取り組みで重要なのは公明新聞の拡大です今月末までの機関紙拡大運動集中期間の総仕上げへ最後まで全議員が公読推進に走り抜き公明党への理解を広げていきたいと思います さあ皆さん、いよいよ参院選の決戦まであと4ヶ月、今一度、全議員が結束し、勝利の突破口を地域から切り開くとともに、全国へ大きく動き、新しい拡大に挑戦し、史上最大の拡大の金字塔を打ち立てようではありませんか。私自身全力でで戦いままますすに頑張りししょう勝ちましょうう勝ち以上です